皆さんこんにちは。 JNW へようこそ。電光掲示板に表示された時刻通りに到着する日本の列車、乗車マナーの良さや駅舎の清潔さなどもあり、日本の鉄道は世界一とも言われています。そんな日本の鉄道ですが、ある駅で撮られた光景が SNS に投稿されると、日本は次元が違った、一度間違えたら終わりだなどのコメントが殺到する事態となりました。まるで迷宮のようだと多くの外国人が驚愕しているのですが、外国人たちが驚いたものは一体何だったのでしょうか。そこで今回は、外国人が驚愕した日本の駅の光景に関する話題とそれに対する反応を、私スイがお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。外国人たちの間で大きな話題になっていたのは、日本在住の外国人が撮影した京急品川駅の様子。京急品川駅の下り1番ホームのホーム上には、赤、青、緑、黒の4色に色分けされた整列位置の枠がずらりと並んでいます。これまで2種類だった整列位置を2017年に4種類に増やしたのですが、4色の枠が一面に並ぶ様はなかなかの威圧感があり、一見複雑に見えることから、当時日本のネット上でもプロの利用者向けなどと話題を呼びました。そんな品川駅の光景に日本在住の外国人も圧倒されてしまったようで、 SNS に投稿された映像には、さあ迷子になろうとコメントが付けられていました。外国人たちがその複雑さに驚いた京急品川駅の整列位置は次のようになっています。赤枠が都営浅草線からの横浜方面行き快特特急、青枠が羽田空港方面への全ての列車、緑枠が泉岳寺、品川始発の横浜方面行きと品川で増結する車両、黒枠が全ての普通列車。すでに難解なプロ仕様の雰囲気が感じられますが、整列位置が4つに増えたきっかけは利用者の声でした。訪日外国人観光客を中心とする羽田空港行き利用者が増え、従来の羽田空港方面と横浜方面の乗客が同じ位置に並んでいると、スーツケースなどの大きな荷物を持った人と横浜方面の乗客の流れが交錯し、荷物と人がぶつかって危ないという声が寄せられるようになったのです。そこで元々の都営浅草線からの快特特急と羽田空港行きの整列枠から羽田空港行きの枠を独立させたのでした。この羽田空港行きの枠は、大きな荷物を持っている人が多いことを考慮して少しだけ広くしているのだそう。さらにこれまで普通列車用の整列位置は決められておらず、ホームの中ほどでお待ちくださいと案内放送を行っていただけだったのですが、利用者からどこに並んだらいいのかわからないという声があったため、新たに設けられることになりました。この結果、4種類の整列枠がホーム上に登場することになったのです。時刻表示板やホーム内の放送などで案内があるため、どの整列枠に立てばいいのかは比較的わかりやすいのですが、その枠はあくまでも待つ場所であって、車両のドアの位置とは一致していません。そのため、到着する電車がどの整列枠に対応している電車なのかわかりにくく、さらには快特なのか特急なのか、2ドアなのか3ドアなのかなど判断しなければならないことが多いため、不慣れな利用客にとってはやはりプロの利用者向けと感じられるかもしれません。さて、そんな少々難易度が高い京急品川駅のホーム上の整列枠について、主に日本在住の外国人たちから多くのコメントが寄せられていましたので、そんな声の一部をご紹介していきたいと思います。品川駅は本当に混乱する。私は品川駅で迷子になって1時間ぐらい駅の中をさまよっていたことがあるわ。日本の駅は私にとって迷宮そのものよ。どこの駅も複雑すぎるのよ。品川駅のあのシステムで困ったことなんてないわよ。私はすごくわかりやすいなって思う。ホームの色の迫力はすごいけど、ちゃんと色分けしてくれていて、案内表示板まであるんだから迷うことはなさそうだよね。ホームでダンスダンスレボリューションを始める人がいそうだよね。色分けしてくれていて、丁寧に英語表記まであって、これで迷う方が難しくない？品川駅を攻略して、俺たちは無事羽田に行くことができたんだ。今となってはいい思い出だよ。品川駅のホームはツイスターで盛り上がってるパーティー会場か？品川駅は確かにカオスだけど、慣れれば最高のターミナル駅の一つだと思うよ。慣れるまでは何度も迷子になってしまうけどね。ここまで親切に案内があって、どうやったら迷子になるんだい？これ以上標識を増やすつもりか？
映像だけ見ると難しく感じるけど、実際にその場に行ってみればなるほどってなるよ。外国人たちのコメントを見てみると、意外と京急品川駅の整列位置に関しては使いこなしている人が多いようです。終点の羽田空港第1、第2ターミナル駅、その隣の第3ターミナル駅を利用する人が多いからかもしれませんね。実は品川駅よりも迷宮だと一番恐れられている駅があります。それは1日の乗降者数が350万人を超えると言われ、世界で最も混雑する駅としてギネス世界記録にも認定されている新宿駅。乗り入れている路線は JR 東日本の山手線、埼京線、総武線、中央線快速、中央本線、湘南新宿ライン、京王線の京王本線、京王新線、小田急線、都営地下鉄の新宿線、大江戸線、東京メトロの丸の内線の5社12路線、さらに西武新宿線の新宿駅や大江戸線の新宿西口駅などにも徒歩で乗り換えが可能な巨大ターミナル駅となっています。もちろん最初からこのように大きな駅だったわけではなく、1885年の開業当時は列車は1日3本、乗降客は1日平均36人、周りはほとんど雑木林や畑で、構内で狐が引かれたという記録も残っているほどののどかな風景でした。その後1889年に現在の中央線である甲武鉄道が開業し、大正に入り現在の京王電鉄である京王電気軌道、そして1927年には現在の小田急電鉄である小田原急行鉄道が開業。東京西港の鉄道が集まる拠点となり、この年乗降客数が東京駅を抜いて新宿駅が1位になりました。そして1959年に現在の東京メトロである営団地下鉄が乗り入れて地下街ができると、いよいよ新宿駅の複雑化が本格化していきます。京王線と小田急線も地下ホームを設置し、京王百貨店、2022年に解体されてしまいましたが、小田急百貨店などの商業施設が建設され、駅はさらに巨大化、そしてそれは現在も続いているのです。東京都が2021年に発表した駅や駅前広場、駅ビルが一体となる新宿グランドターミナル事業計画によれば、施工期間は2047年まで。時代の変化とともに成長を続けている新宿駅は、開業後も工事の連続であり、この計画通りだと160年間完成しない駅だということもできるでしょう。新宿駅が開業する3年前に工事が始められ、永遠に完成しないと言われていたスペイン・バルセロナのサグラダ・ファミリアは、技術の進歩により、アントニオ・ガウディの没後100年となる2026年に完成する予定とも言われています。新宿駅の方がサグラダ・ファミリアよりも工期が長くなることは必至な状況です。さて、このように後付けで乗り入れ路線が増え、立体方向に駅が広がった上、街のあちこちにつながっていたため、ダンジョン級の複雑さとなっていった新宿駅。新宿駅に翻弄された外国人たちからも多くのコメントが多く寄せられていますので、続けてそんな声をご紹介していきたいと思います。品川駅で怯えていたら新宿駅になんて絶対勝てないね。品川は新宿に比べたら前哨戦レベルだよ。日本で最も恐ろしい駅は新宿駅だ。俺は確か新宿駅にいたはずなんだ。だけどいつの間にかそこはショッピングモールに変わっていた。新宿の駅のホームも色分けしてくれないかな。そうしたらもっとわかりやすくなると思うんだけど。品川駅よりも新宿駅の方が難しかったな。ちょうどスマホが使えなくなっちゃってすごく大変だったよ。僕は新宿駅に3回行って3回とも迷子になっているんだけど、これって仕方のないことだよね。使いこなせたらかっこいいとは思うんだけど、とにかく難しい。新宿駅で迷った時、私は自分をゲームの主人公だって思うことにしたわ。新宿駅で一度間違えたら終わりだね。無事に脱出できる確率は 1% って話だぞ。新宿駅から出ようとすると必ず新しいどこかに入っている。新宿駅は人を外に出す気がないよね。間違った出口には時空の歪みが生じていて、目的地からはるか遠くに飛ばされるんだよ。世界中探したとしても、複雑さで新宿駅を超える駅なんてどこにも存在しないよ。もしもあったら、それはもう駅として機能していないだろうね。新宿駅の難しさは次元が違うのよね。新宿、品川、東京、梅田、日本には他にも攻略不可能な駅がたくさんあるんだよね。世界一複雑と言っても過言ではない新宿駅ですが、海外にもそのような駅はあるのでしょうか。複雑さにおいては、日本の新宿や渋谷、東京、
梅田なのにかなう駅はやはりなかなかないようですが、そんな中名前が挙がっていたのが台湾の台北駅です。地上6階地下4階の巨大な台北駅は台湾鉄道、新幹線、地下鉄が乗り入れ、高速バスターミナルも併設されており、交通の要所としての役割を果たしています。鉄道のチケット売り場とショッピングゾーンがある1階など、地上階は特に難しいことはないのですが、問題は地下階。地下1階には各鉄道の改札口があり、その周りに台北駅地下街と呼ばれる巨大なショッピングゾーンが広がっているのですが、この地下街が地元でも地下迷宮と呼ばれているほど複雑なんだとか。増設に増設を重ねた地下街は近年だいぶ整備されたものの、看板があっても分かりづらく、どんなに歩いても目的の出口が見つからないという事態になりやすいのだそうです。しかしこれも梅田ダンジョンと呼ばれる大阪駅周辺の地下街に比べれば大したことはないのかもしれませんね。さて、台北駅も巨大な駅ですが、世界で最も大きな駅はニューヨークにあるグランドセントラルターミナルです。44のプラットフォームと67の線路があり、ギネス世界記録にも認定されています。新宿駅は20のプラットフォームと30の線路ですから、かなりの大きさですね。110年の歴史を持つこの駅はアメリカ国内最大級の交通拠点というだけではなく、大理石がふんだんに使われたボザール様式の大変美しい建造物で、見どころもたくさんあります。まず中央ホールのセルリアンブルーの天井を見上げてみれば、そこには金箔で描かれた12の星座と2500個の星が美しく輝いています。中央の案内所にあるオパールガラスの時計は約2000万ドルの価値があるとされ、その誤差は200億年に1秒以内という驚異的な正確さを誇っています。またささやきの回廊はアーチの対角に立つ2人が壁に向かってささやくと、相手の声が壁を通して聞こえるという不思議な体験ができるスポットです。どこを切り取っても絵になる、多くの映画やドラマの舞台にもなったグランドセントラルターミナル。世界最大の駅ではありますが、構造自体は特に複雑ではありません。やはり日本の都市圏の駅の難易度は別格と言えそうです。さて、日本の駅の迷宮っぷりについてはまだまだコメントが届いていますので、最後にもう少しご紹介していきたいと思います。どこの国の駅よりも日本の駅は利用客のことを考えて分かりやすく工夫してくれていると思うよ。それでも迷ってしまうんだから複雑さが半端ないってことだけどね。今まで駅で迷ったことなんてなかったのに、私の自信は大阪駅で粉々になったわ。あのラスボスを攻略なんて一生できない気がする。品川からなんとか脱出できたとしても、次に横浜という新たな敵が待ち構えている。正しい出口が全然見つからなくて、東京駅から出るのに1時間かかったのは私です。品川駅よりも大阪の難波駅こそが真の迷宮だと思わない？日本で最強のダンジョンは誰が何と言おうと梅田駅だ。最難関の迷宮として新宿や渋谷、品川がよく上がるけど、実際に一番難しいのは東京だよね。東京の駅は迷宮であるのと同時に、とにかく人が多いから、その流れを縫って歩くのがすごく大変なんだ。理解するまでは少々大変だが、時刻に戻った時にはあの日本の駅の案内システムが羨ましくなるぞ。乗降客の多いターミナル駅が迷宮化するのは、国土が狭い日本では仕方がないことだとも言えます。複雑な駅は外国人にとってだけではなく、日本人にとっても大変難しく、迷った経験をされた方もたくさんいるでしょう。鉄道会社にはできる限りの改善をしていただくとして、いっそのことを駅を攻略するという意気込みで臨めば、その先には大きな達成感が待っているかもしれませんね。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。